がちゃん、ハンカチで包んでくれたあの子、俺か、それ俺か、違うのか、避けるぞ、俺は違うのか、本当に俺は俺とがちゃん、痛えのに消えねえよ俺。誤った選択を取り続けるんだ、おばちゃん、君を助けるよ。俺は仲間を殺さない。個性2倍、その恐ろしさ思い知れや解放軍、お前たちに報いたいと。でもだからよ、行こうぜトワイス、皆殺しの時間だぜ。チャットマンズパレード、俺は仲間を守る。ミスターコンプレス、チケットアイズダッチャッタダイ、ドガちゃんが死んじまう。うるせえよ、お前ドラマ、愛と勇気が塗りつぶしてくれたよ。イランが仲間を助けちゃおかしいか。そうだぜ、大切なんだ。なんで俺はバカか、来てよしね。よし、ここらで一発、いや2万発。俺だけ、つまり異能を高めることこそが生きることそのもの。俺だけ、どん増えてねえかわ。これで少しは役に立つかな、リーダー。すごいぜトゥワイス。リーダー、おめえは俺に揺られて寝てろ。うっかり俺たち一人で解放軍を手ごめにしちまうぜ。さあ解放せよ、力を集結させ。 あとは任せた。俺たちの居場所をぶっ潰してバカ野郎ってのは、やっぱりな、他のもんと自分とじゃ出来上がるスピードが違うのよ。自分のことは自分が一番よく知ってるからな。じゃあお前も複製なの。バカ言え、俺は本物だ。はあ、俺が本物だが、うるせえ。誰が何だろうと全員気持ちは一緒だろ。ほらな、あいつは偽物だった。大丈夫だトゥワイス、俺たちに分がある。取り返しはいいんだな。待て、ギラン、いったく申し訳ねえ、俺から情報漏れちまった。謝るな、悪いことしてねえやつは謝んなくていいんだよ。我々の意志の前に散るといい。生きていると。かつて一人の女性が異能を持った子を産んだ。女性は小さな声で世の中に訴えた。これはこの子の個性です。私がリ・デストロだ。トゥワイス、ギラン守るならクッション出しとけ。来てるぜ、あいつはきっとタワーに触る。お前がボスか。答えを聞きそびれてしまったな。